じゃあ最後お願いします。すいません、デイリースポーツ北尾氏と言います、はいはい、あの昨日の中山議員の件で追加でお願いしたいんですが、はいはい、あのチャンネルさくらさんという番組ですかね、確か、でそれを受けてですね、中山議員の方から何らかのリアクションみたいなものはあったんでしょうか。あの松井幹事長から連絡があって、あれは違うという話が、松野幹事長とか平沼国会議員代、国会議員団代表などからですね、松井幹事長の方にいろいろ話があって、まあ、もう僕はもう詳しいことはいいですと、もう違うと言うんであればもうそれでいいですでもう終わりました。もうすべて解決済みです、はい。まあ、一応インターネット上には YouTube で何かおっしゃってる現場がアップされてて、私もちょっと拝見して、うん、ああおっしゃってるなと思ったんですけど、でも違うと本人が言われてるんであればもう違うんでしょう、なるほど、なんか画像の間違いなんじゃないですか。あと参考までにその、まあ、中山議員ですけど、あの市長の代表のことを市長と呼ばれるんですかね、やっぱりその番組ではあの代表と認めてないので僕は市長と呼ぶんだ。いや知りません、だから違うって言ってますから。ええ、あのだから画像が違うんでしょう。わかりました、だからもうそれでいいと思います。はい、すると、まあ、昨日おっしゃってたその、まあ、ちょっと維新から出て行ってくれとおっしゃったような胸のところは、まあ、もうなしと。もうなしですね、まあ、違うという以上は、だからもう画面が違うということを言ってる以上は違うんでしょう。わかりました、ありがとうございます、はいはい。